第四節「仏教の従前回」正しい人生観すなわち天地自然の理のモデルを示しますまず東洋哲学の代表格である仏教の分かりやすい教えの一つに従前回があります従前回は正しい人生観すなわち人として行うべき天地自然の理について教えています1「不摂生 生生き物の生命を奪わないといととうことです。もちろん暴力を加えることも含まれますまずは人を殺さない人に暴行や虐待を加えないということはもちろんですが広くは動物を殺したり虐待することも含まれます人間はともかく動物まで殺さない生活となるとかなりの困難ですなぜなら我々は 食物として多くの動物の生命を奪っているからです。完全な菜食にすればよいと言っても、植物も生物であり生きていることには変わりません。不摂生は、突き詰めれば、動物や植物を、はじめべての生きているものを心から愛し、その命を無駄にせず、自分の命とどう、需要に大切にするという感謝の心を持つことです。 この心を徹底すれば、山中で猛獣や毒蛇に出会っても、何の害も受けないと言われています。旧約聖書の預言者ダニエルは、ライオンのいる穴に落とされても、無事であったと伝えられています。二、不中等。盗みをしないこと、つまり、他人の所有物を勝手に奪わないということです。他人のものを盗まないまでも、 会社や学校などの公共のものを粗末にしたり、失敬したり、また、脱税したり、着せる、無賃乗車をしたり、細かいところで不正をしている人は多いはずです。仕事をサボったり、約束の時間を違えたりして、他人の時間や労力や信頼を奪うことも含まれます。他人の所有物も、自分の所有物と、 と、自由に大切にする心が不中等なのです。3、不ジャイン正しい男女関係を保つことです。男女の性的関係は最高の愛情表現であり相手への思いやりを根本としています。愛なくして結ばれた性的関係がジャインです。ですからたとえ夫婦関係であっても相手のことを考えず、 自分の肉体的要求を満たすことのみを目的とした性行為は邪淫となります。イエス・キリストは、横島な心で異性を見るだけでもいけないと説いています。誰でも、情欲を抱いて女を見る者は、心の中ですでに勧誘をしたのである。また、邪淫とは、性的エネルギーを無駄遣いすることも含みます。性的エネルギーは、 人間の生命力の根元となっておりこれを浪費すると自分の生命力を低下させることになりますまた正しい男女関係なくしては性的エネルギーが無駄に消費され生命力を損ねることになります4不毛後嘘をつかずいつも正直にせよということです他人を騙したり詐欺に陥れるというようなことを指します 厳密に言うと他人のためになると考えて救うそもいけないと教えています例えばショックを受けてかわいそうであるからという理由でがんであることを患者さんに告知しないのはやむを得ない嘘であり仕方がないと思われていますしかしこのような嘘は患者さんが正しい治療を受ける機会を奪う結果になり結局は患者さんのためになりません 嘘法弁という言葉がしばしば使われ、嘘も、場合により、真実を言うよりいいことであるというような考え方があります。しかし、よく考えてみると、嘘そも芳鳴という言葉で、我々は真実から逃避し、問題解決を先送りしていることが多いのではないでしょうないでしょうか。医師が、患者に対して、がんの告知をためらうのは、 実は患者がかわいそうであるからという理由ではなく、がんを告知されて死に、直面した患者さんに対してしっかりした対応をする自信がないからなのです。結局は、現実逃避と自己弁護にしか過ぎないのです。心にもないお世辞を言ったり、自分の経歴などを詐称したりすることなどです。 私たちは社交辞令とかでつい心にもないお世辞を言ってしまう語字も多いのですが言われた人はいい気になって人生を謝るかもしれません孔子が論語で言っている高原霊色、戦士人合気撲突人に近しという名言は口のうまいやつほど真心が少なくつっけんどんで口下手に見える人ほど心は温かいということを述べています 6. 不悪口。他人の悪口を言うことです。他人への悪口は、ほとんどの場合、人間の勝手な思い込みから来ています。不本意なことがあれば、堂々と他人に向かって注意すべきであり、陰で、こそこそ悪口を言うのは、いいことではありません。よく、社会が悪いとか、政治が悪いとか言う人がいますが、こんなことは言っても、かいのないことで、 本人人の至らなさを他にに宣伝しているにすぎません。7不良説2人の他人の間でそれぞれの悪口を言い2人を仲たがいさせることです些細な二枚舌の行為が人間のつまらない争いのもとになります8不剣道むさぼりの心です何でも欲しがるガ無追心で欲しがる者としては 金品ななななどどののの物質的的もももから、地位名声、愛情など精神的なものにも及びます。人間が一生の間に必要とする衣食住は限られているのに必要以上に金品を貯め込んでいる人は多くいます。また社会的な地位や名声を得るために過度に他人を酷使したり資源を浪費する人も多くいます。 何でも欲しがる状態を仏教ではガキと言い、欲が深く何でも欲しがる人の心のありさまをガキ界にいると表現します。巧妙なある僧侶がガンになる人はガキの心を持っている人であると言っていたのを聞いたことがあります。地球上の資源には限りがあります。そのことを自覚し、決して星深く溜め込んだりしてはいけません。 お金というものは本来動き回って人を幸福にするために存在するものであり金庫に貯めるために存在するものではありませんお金というものは本来流動的に動き回る性質を持っていますこのため貪ってお金を貯め込みすぎると自ら流動して出て行きたがり病気や事故や火事などを呼び寄せることもあるのです9・旧不信に 真にとは起こることです。怒りの心は一番悪い心です。他人との争いを生み、すべてを破壊するからです。20世紀は戦争の世紀と言えます。戦争の原因の多くが怒りから発しています。この心がある限り、幸福は遠いと言えます。宗教の中にも、口に平和を唱えながら、 平和のために戦おうなどという矛盾したスローガンを掲げて人々を戦争に駆り立てた罪作りな宗教もたくさんありましたこのような宗教は宗教の根本理念に反しています怒りというものはなかなか我慢して押さえつけることができるものではありません怒りを押さえつけるのではかえってストレスとなり精神衛生上よくありません 癌の原因ともなります。どんなことが起きても怒りを感じない心になることが大切です。怒りの原因の多くは次に述べる邪険から起こるのです。10不邪険邪険とは間違った横縞な見解を言います。すなわち天地自然のリすなわち因縁過法の法則に暗いということです。人間が起こるところを見ていると みんなこの天地自然の理や因縁化法の法則を無視しているようです。主をまかずに実のならないことを起こっても仕方がないのにこのようなことに腹を立てている人が多いのです。人生で自分に起こる出来事や人間関係はすべての自分の心のありさまにふさわしい関係の中で展開していきます。親子夫婦友人 上司や部下などすべての人間関係が自分の人格すなわち心の状態にふさわしい分相応な関係の中で展開しますいつも落第点を取っている受験生が東大に合格しようとしても無理な相談ですしいつも女性を騙しているプレイボーイが真面目な低熟な女性と交際しようとしても絶対に縁ができません病気になったことも 自分が塩をまいたことが原因であるという点を無視して現代医療の深いなさに腹を立てても何の収穫もありません病気になったということは病気にかかるような体と心の状態を自分で呼び寄せたということです厳しいことを言うようですが自分が病気になったのは自分のせいではなく他人や社会など自分以外にあると考えることは 邪剣となります。